どうもこんにちは。今回は中国の電気自動車スタートアップであり最も注目されているニオやXPENの直近である3月度の販売台数の速報で、ニオに関しては歴史上最高の販売台数を達成し、XPENに関しても圧倒的な成長率を達成しつつ、ついに3車種目となる新型電気自動車のワールドプレミアを間もなく開催されることがアナウンスされたという、そのような圧倒的成長を続ける中国の電気自動車スタートアップの最新動向を一挙に解説していきたいと思います。まず今回の中国の電気自動車スタートアップに関してですが、現在テスラの躍進やアップルをはじめとする様々な異業種からの参戦という経緯から、何かとホットな電気自動車マーケットにおいて実は最も注目すべき、そして最も警戒すべき存在であると考えていて、というのもそれらの中国電気自動車スタートアップが発売している電気自動車の質が非常にハイスペックであるという点、そしてそれを裏付けるかのような圧倒的な成長率を達成し続けているという点からも断言することができると思いますので、今回はその中国勢の電気自動車スタートアップの中でも特に注目すべきニオとXPENにフォーカスして、その最新動向を解説していきたいと思います。まずはじめにニオに関してですが、2014年に設立された若干7年目のスタートアップであり、わずか4年間という短期間で初の量産電気自動車でありフラグシップ大型 SUV である ES8 の発売をスタートさせ、現在までになんと3車種もの電気自動車をラインナップしつつ、来年である2022年の1月にはそのニオの4車種目となるフラグシップセダンである ET7 の発売も控えているなど、とにかく乗りに乗っているという状況となっているのですが、まず直近である3月の販売台数の速報について、7257台という販売台数を達成し、前年同月と比較してなんと衝撃の 373% アップという、まさに圧倒的な成長を遂げつつ、なんとニオの歴史上最高の販売台数を記録することにもなりました。ただしその前年である2020年3月というのは新型コロナウイルスによる行動制限によって経済が大きく低迷していた時期であり、中国市場においてはちょうどロックダウンが始まりだしたヨーロッパ市場よりもそのピークが早かったため、前月である2月と3月が最もその影響を受けていましたので、いずれにしても一概にその時の販売台数と比較して圧倒的な成長を達成していると結論付けるのは早計であるとは思いますが、それでもこちらの販売台数の変遷を示したグラフを見れば一目瞭然ですが、その販売台数は直近の1年間で急速に拡大していますので、やはりその成長率は目を見張るものがあると思いますし、実際問題として最直近である3月度の販売台数が歴史上最高を達成しているという点が最も特筆すべき点でもあり、一昨年である2019年度を見ても3月という月は別にその販売台数が大きく伸びている月ではない、つまり今回の記録的な販売台数は特に後半の半年間においてさらに加速度をつけて伸びていくことはほぼ確実でありますので、やはり今回の結果からは期待しか感じることができないと言えると思います。またその販売車種の内訳も見ていきたいのですが、まず初めて発売されたフラグシップ大型 SUV である ES8 については1529台と、新型コロナウイルスが立ち直った前年である2020年後半からは安定した販売台数を記録しつつ、特にニオの2車種目であるミッドサイズ SUV セグメントの ES6 については3152台と、なんと大台の3000台を超えてきたという結果を残していますし、さらに昨年である9月度から納車をスタートさせているそのミッドサイズ SUV である ES6 のクーペバージョンである EC6 については2576台と、こちらも史上最高の販売台数に近い記録を達成していますので、一部界隈で指摘されていた競合車種であるテスラのミッドサイズ SUV であるモデル Y によってその潜在的なユーザーを一気に捉えてしまい、販売台数が低迷してしまうという類の主張は外れてしまったということが図らずも浮き彫りとなったとは思います。さらにそのニオの順調な成長を示すさらなる判断材料として、ニオが独自に設置を進め、競合の電気自動車メーカーがほとんど採用していない搭載バッテリーを数分間であらかじめ満充電まで充電されている新品のバッテリーと交換してすぐに走行を再開することができるというバッテリー交換ステーションの利用回数が直近である3月の24日に大台の200万回を達成したということで、特に中国市場においては都市部に住んでいる方の多くが集合住宅に住んでいるため、自宅で充電する設備を構築できない方がかなり多く存在し、よってそのような短時間でバッテリーを交換することができるバッテリースワップシステムを採用することによって、自宅に充電器を設置することができない電気自動車オーナーにとっても利便性高く電気自動車を運用することができるのです。そしてこのグラフを見ても、その初めてのバッテリー交換ステーションがオープンした2018年の5月
から順調にその利用回数が増え続け、バッテリー交換ステーションを運用し始めてからちょうど2年後である2020年の5月には50万回、その5ヶ月後である10月には100万回というマイルストーンを達成しつつ、そしてまたその5ヶ月後である直近の3月24日に200万回というバッテリースワップが行われたということで、そのニオの電気自動車の販売台数が増えていくに従って、そのバッテリースワップステーションの利用回数も加速度的に増えているということがお分かりいただけると思います。ちなみにそのバッテリー交換ステーションに関してですが、まもなく最新型であるバッテリー交換ステーションの第2世代をオープンする予定であり、こちらの第2世代については従来の交換ステーションと比較しても1日あたり3倍以上の交換に対応可能なキャパシティを備えていますので、今後さらに増えていくそのバッテリー交換の需要に積極的に対応していく姿勢も見ることができると思います。ただしそんな絶好調のニオに関して1点懸念しているのが、合計で5日間その車両生産を中断するというアナウンスとなっていて、というのもその車両に必要なパーツが不足しているという理由なのですが、こちらは現在ニオやそれらの自動車メーカーだけに関わらず、あらゆる業種にまで波及してしまっている世界的な半導体不足の影響を食らってしまっているのです。そしてこちらの生産中断の時期が直近である3月の29日の週の平日だけとなりますので、すでに生産はリスタートしている状況ではありますが、4月以降の生産台数に影響することはまず間違いなく、これまで順調に伸ばしてきたその生産台数、そしてそれによる販売台数がこの直近で一時的に落ち込む可能性を推測することは可能ですので、果たして今月以降の販売台数が減少トレンドとなってしまうのか、それともその後の生産体制を増強しつつその販売台数をさらに成長させることができるのか、今後も半導体不足の影響によって再度生産ラインが停止する可能性などにも注視しながら、今後の販売台数をアップデートしていきたいと思います。次に X ペンに関してですが、こちらもニオと全く同様に2014年に設立された創業7年目の電気自動車スタートアップで、2018年に初めての量産車であるクロスオーバー EV の G3 を発売し始め、昨年である2020年中旬からはフラグシップセダンであるP7 の納車もスタートし、特にその P7 の電気自動車としての質が極めて高く、例えば電気自動車としてのスペックにおいて重要な指標でもある満充電あたりの航続距離に関しては、中国で一般的に採用されている NEDC サイクルにおいてその航続距離の長さに定評があり、現在市販車で最も航続距離の長いテスラのフラグシップセダンであるモデル S が719キロを達成しているのに対して、その P7 は706キロとほぼ同じような航続距離を達成しつつ、さらに航続距離と搭載バッテリー容量との関係性を示す電費性能を比較してみても、テスラのミッドサイズセダンであるモデル3よりも優れているような素晴らしい電費性能を達成していますので、いずれにしてもその電気自動車開発の実力はすでに世界トップレベルであると言えると思います。そしてそんな X ペンの直近である3月度の販売台数についてですが、5102台と X ペンの歴史上3回目の月間5000台超えの販売台数を記録し、前年同月と比較してもなんと6倍以上もの販売台数を達成することになりましたが、こちらも先ほどのニオと全く同様に、その前年同月であった2020年3月度に関しては新型コロナウイルスによる経済の落ち込みがありましたので、一概に比較することはできませんし、さらに1年遡った2019年3月度についてもまだ初の量産車である G3 の量産体制が確立していなかった時期でもありますので、実際に今回の5102台という販売ですがどれほど良かったのかという相対評価を下すのにはややデータが乏しいという現状であるとは思います。そしてその販売車種の内訳も見ていきたいのですが、まずクロスオーバー EV である G3 に関してですが、2247台と歴史上最高の販売台数に迫る販売台数を達成していますが、こちらの G3 については2018年に発売してからすでに2年以上が経過しているのにもかかわらず、その販売台数がまた上昇してきていますので、やはりその実用的な電気自動車としてのスペックとともに車両性能などの無線アップデートにも対応しつつ、日本円に換算して250万程度から購入することができるというその圧倒的なコスパの高さが電気自動車の急速な需要の増大とともに再認識され始めているのではないかと推測することができます。またフラグシップセダンである P7 に関してですが、2855台と年末年始の繁忙期の販売台数に次ぐ台数を達成していて、もう少しその販売台数が伸びてもいいのではないかと感じる方もいると思いますが、実はその P7 については P7 ウィングという電気自動車として初のライダーを搭載しつつ、ガルウィングドアを搭載した上級グレードをラインナップし始めましたので、
確かにその生産台数は減ってはいるものの、その分利益率は上昇しているものと推測することができますので、いずれにしてもその P7 の販売台数は順調に推移しているものと思われます。そしてその X ペンについてさらに注目すべきポイントがいくつか存在し、まずは G3 と P7 それぞれに新たなグレードとして LFP と呼ばれる安全性や耐久性に優れつつ、しかも高価な物質であるレアメタルが含まれていないため、その原価も安いという新たなバッテリーの種類を採用したグレードをラインナップし、順次その販売を開始し始めているのですが、そのより安価な LFP バッテリーを採用したことによって1台あたりの利益率が 10% から 20% 程度の上昇が見込めると X ペン側がアナウンスしていますので、満充電あたりの航続距離がわずかに劣っても問題がないという方以外は LFP 搭載車の方が安全性や耐久性、そして値段設定という面でも優位であり、かつ X ペン側にもメリットがあるというウィンウィンな関係性を達成することができているのです。さらにその X ペン側が追加でアナウンスしてきたことというのが、今月である4月19日にもその上海オートショー内において X ペンの3車種目の量産車である新型電気自動車のワールドプレミアを開催するということで、すでに X ペン側が明かしている画像を見る限り、セダンタイプであるということがまず分かり、おそらくですが現在発売されているフラグシップセダンである P7 が全長が 4880mm、 全幅が 1896mm というフルサイズセグメントであったのに対して、こちらの P5 はそれよりもややサイズをコンパクトにまとめてくるミッドサイズ級のセグメントとなりそうですので、現状 P7 の競合車種とされているテスラのミッドサイズセダンであるモデル3ですが、本当の競合車種は今回発表されるミッドサイズセダンの P5 とはなってきそうではあります。よってその値段設定に関してもフラグシップセダンである P7 よりもさらに安い値段に設定してくる可能性が極めて高く、現状の P7 のエントリーグレードであり、先ほどの LFP バッテリーを搭載しつつ、満充電あたりの航続距離が高速道路を時速100キロでクーラーをつけても達成可能であるというような、実用使いにおいて最も信用に値する EPS サイクルにおいて概算値とはなりますが、おおよそ420キロ程度を達成する見込みのスタンダードレンジグレードが日本円に換算しておおよそ387万円程度ですので、したがって今回ワールドプレミアを控える P5 に関してはその387万円という値段設定よりも安い値段設定を実現してくるのではないかと推測でき、その P5 の競合車種と目されているテスラモデル3のエントリーグレードであり、同じく LFP バッテリーを搭載しているスタンダードレンジプラスが日本円に換算しておおよそ421万円ですので、すでにモデル3よりも安い P7 よりも安いということで、その値段設定という観点においてはモデル3を圧倒する公算になるかとも思います。ちなみにその P5 のリーク写真を見てみると、特にインテリアの写真から推測可能なことというのが、インテリアが既存のクロスオーバー EV である G3 と酷似しているという点であり、一部メディアでは今回の P5 は P7 のプラットフォームではなく G3 のプラットフォームを流用してくるのではないかと言われており、そしてその G3 の車両価格はおおよそ250万程度からのスタートとなっていますので、仮に廉価モデルである G3 のプラットフォームを流用して開発されている場合は、その値段設定ももしかしたら200万円台程度に設定してくる可能性すらありますので、いずれにしてもその電気自動車としてのスペックなどは未だに何も公開されていませんが、そのスペックとそしてその値段設定については分かり次第情報をアップデートしていきたいと思います。いずれにしてもこのように中国の電気自動車スタートアップであるニオと X ペンの直近である3月の販売台数の速報をはじめとする様々な最新動向について一挙に解説してきましたが、特に世界的かつ慢性的な半導体不足によってこの数ヶ月間に関しては一時的にその生産台数に影響を与える可能性という懸念はあるものの、基本的にはその販売台数は今後も増えていくことは間違いありませんし、特にニオに関しては今後順次展開される第2世代のバッテリー交換ステーションの普及度合いや、来年である2022年の第1四半期に発売される予定である ET7 の開発動向、そして2022年内に発売される固体電池の開発状況、また X ペンに関してはつい直近で追加された LFP バッテリーを搭載したエントリーグレードの販売台数の推移や、まもなくお披露目となる新型ミッドサイズセダンである P5 のその値段設定を含めた電気自動車としてのスペック、さらには現在目下建設中である X ペン第2の車両生産工場の進捗具合など、とにかく期待されているイベントが目白押しですので、そのような最新動向に関しても情報がアップデートされ次第爆速で情報発信していきたいと思います。
チャンネル登録や高評価、そして日産アリアも使用できるメンバーシップ登録など、どうぞよろしくお願いします。今回は以上です。